はい、それでは時間になりましたので始めさせていただきます。Ubuntu な一言というタイトルで、Ubuntu について、Ubuntu ジャパニーズチームの水野が発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、裏でHadoopのセミナーとかやってるみたいですけど、皆さん Ubuntu 大丈夫ですかね？はい、ありがとうございます。よいしょ。では、まずお前誰よということで、自己紹介します。 Ubuntu ジャパニーズチームの水野と言います。Ubuntu ジャパニーズチーム、今回沖縄初上陸でして、大体仙台ですとか北海道ですとか北の方のイベントには結構行ってるんですけれども、多分大阪より西南に来るのは初めてかなというわけです。で、私は Ubuntu ジャパニーズチームのメンバーではあるんですけれども、Ubuntu プロジェクトのオフィシャルメンバーでもあります。で、最近はデビアンのパッケージのメンテナンスもしています。あとは Ubuntu マガジンとかいうアスキーメディアワークさんから出てる雑誌ですけれども、それとかあと技評さんのソフトウェアデザインとかで Ubuntu に関する記事なんかも書いています。Ubuntu マガジン、ご存知の方いらっしゃいますか？はい、ご存知ない方もいらっしゃいますね。実は今日ここに2冊持ってきました。でですね、Ubuntu のセミナーはなぜかこうじゃんけん大会がありまして、じゃんけんに勝つとこう好きな商品をもらって帰るという特典がありまして、早速なんですけれども、Ubuntu マガジン欲しい人、はい、欲しい人、欲しい人いらっしゃいます？はい、スタンダード欲しい人は立ってください、立ってください。あれ少ないですね。すごいね、あれ、少ない、東京なんかだとこれわー立つんですけど、沖縄の人は割とシャイな感じですかね。それとみんなもう3つぐらい持ってるんですよ。みんな持ってる、ありがとうございます。とするとじゃんけん大会なんだけど、ここに2冊あって希望者が2人ということは、もうそのまま仕上げてしまうって、じゃんけんして勝ったら俺が持って帰るかと。いや、まあそれでもいいんだけど、あ、ちょっとおばさんの残念でしたね。じゃあお二人にちょっとこれ差し上げたいと思うんで、よいしょ、よいしょ、はい、はい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 、どうぞどうぞお持ち帰りください。はい、はい、おかしいな、最初からこうじゃんけんで盛り上がるはずだったのに、なんかパワーカードの数あったら、はい、はいはい、どうもありがとうございます。では本題、すでに Ubuntu 使ってるぜっていう人どのぐらいいます？はい、はいはいはい、半分ぐらいですかね。なるほど。ちなみに今手を挙げた人の中で Ubuntu だけ使ってるぜっていう人います？あ、いらっしゃらない。大体他の OS と一緒に使ってる感じですかね。じゃあWindows とか Mac 使ってるぜっていう人、はい、大体みんな Windows とか Mac 使ってる感じですかね。はい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 、まあそうですよね。お仕事だとやっぱり Windows って必需品みたいなところがあって、やっぱり使わざるを得ないところがありますよね。あと Mac も Web 関係だと最近使ってる人多くて、お手軽にデスクトップ使えて Unix 系のツールも使えると、まあ、お手軽なんで使う人多いみたいですね。で、あと最近もう PC あんまり使わなくて、だいたいタブレットでやっちゃうぜみたいな人います？あ、意外と少数、だいたいみんな PC を使ってらっしゃる感じですかね。はい、で後で説明しますけど、Android の、 スマートフォンですとかタブレットとかそういうモバイルデバイスでも実は Ubuntu 動きます。これは後で説明しますね。よいしょ。で、Ubuntu 皆さんどんな風に使ってますかね。デスクトップで使ってるぜって言っています。デスクトップ、デスクトップですね。ですね、Ubuntu のインターフェースって大体こうマウスでポチポチってやってるだけで、なんとなく使えるような直感的なインターフェースで、まあ割と、ホームユースには向いているのかなと思います。あとブラウザですとかメーラーですとか、あとリブレオフィスですとか、まあ、一通り必要なツールは最初から入ってるんで、まあホームユースでは問題なく使えるのかなと。特に最近大体アプリケーションもブラウザ上で完結しちゃうことが多いんで、あんまり OS の違いって意識しなくて、まあ、それなら Ubuntu ね無料だし手軽でいいんだねみたいな使われ方をしているところも多いのかなと。なので学校ですとか企業さん、企業でもあるかな、役所とか、まあ、そういうところで導入される例も増えてきているみたいです。ただブルーレイの再生ですとか地デジの視聴ですとか、そういうのは技術的な面とは別の問題で、まあ、Ubuntu だとできないっていうものも確かにあるんですけれども、まあ、オフィス用途ですとか、まあ、ホームユースではいいのかなと。で、サーバーで Ubuntu 使ってるぜって言います。あ、ちょこちょこ言いますね。はい、Ubuntu って
デスクトップ用途って思われがちなんですけれども、実はサーバーとか、クラウドとかに割と力を入れてます。で、Ubuntu って Debian GNU Linux っていう OS からの派生なんですけれども、実は Debian っていうのは世界中でウェブサーバーとしては一番使われている OS なんですね。日本だとレッドハットがすごい強い、 Linux イコールレッドハットみたいな信仰が昔からあって、で、セント OS がすごく人気があったりするんですけれども、世界全体で見ると、Debian の方が人気で、Ubuntu も人気というのが、ちょっとここで言っとかなきゃいけないかな。Debian の方が人気がありますと一応言っておきますね。はい、あと Ubuntu サーバーがどんなふうに使われているかっていうと、Wikipedia のウェブサーバーが Ubuntu で動いているという話は聞いたことがあります。あと具体的にタイトルは明かされてなかったんですけれども、多分映画アバターですね、あれの CG のレンダリングは Ubuntu サーバー3万台ぐらい使ってやってるという話は聞いたことがあります。僕は実際にアバターかどうかっていうタイトルは聞いてないんですけども、ちょうどその時期になんか Ubuntu サーバーの導入事例みたいなので、映画の CG レンダリングしたみたいな話があったのは覚えてます。そんなんで割と有名なところでも使われ始めてるのかなと。あとですね、組み込み ARM デバイスとかで Ubuntu 使ってるって言います？いないですかね。ちょっとはい、ありがとうございます。ですね、最近流行りの、スマートフォンとかタブレットとか大体CPU に ARM 使ってるんですけれども、ここにも Ubuntu は力を入れてまして、ARM の V7 以降なんですけれども、割と最近の ARM ですと Ubuntu 動きます。で、例えばバッファローのリンクステーションっていう NAS があるんですけれども、あれがなんか次のモデルから ARM の V7 に CPU が変わるとかいう話をちょろっと聞いたんですよ。だからひょっとしたらリンクステーションに Ubuntu サーバー入れるとかひょっとしたらできるかもしれないですね。で、Ubuntu のカーネルっていうのは今標準のカーネルがあって、昔はサーバーカーネルとか仮想化用カーネルとかいろいろ分かれてたんですけど、今大体ジェネリックっていうカーネルに一本化されてます。で、このジェネリックカーネルに、ARM のソックのうちのですね、エナジーコアっていうコードネームハイバンクっていうものの、機能がマージされてます。これ何かっていうと、エナジーコアってところの非常に高密度な ARM で高密度なサーバーを作るためのもので、ARM ってちっちゃくて省電力な割にパワーがある、電力あたりのパワーの比がいいサーバーなんで、 ARM をサーバーに使うことで、こういう組み込みじゃなくてですね、サーバーに使うことでデータセンターに非常に密度の高い1ラックにたくさんCPU を突っ込めるようなサーバーが実現できるんですね。そういう分野でも、今 Ubuntu 使われ始めていて、で、ヒューレット・パッカードのムーンショットっていうサーバーがあるんですけども、これって4U ぐらいのラックに45ぐらいのカートリッジ型のサーバーをガーって挿して動かすサーバーがあるんです。ブレードの中もっとすごいやつみたいなのがあるんですけど、それもARM 版で X86 版両方 Ubuntu をサポートしてます。で、Dell さんとか HP さんのベンダーも最近こう Ubuntu サポートし始めていて、デスクトップ用途だけでなくエンタープライズ用途、あと ARM でも Ubuntu の利用が進んでる感じです。こんな Ubuntu の概要をしたところで、はい、Ubuntu の特徴軽く説明しますね。このおじさん知ってる人います？はい、はい、この人マーク・シャトルワースっていう人で、職業は金持ちなんですけどドットコムバブルで、億万長者になった人で、で、Ubuntu のプロジェクトを始めた人なんですね。で、この人が億万長者になったのに、そのお金を使って何をしようと考えたときに、じゃあ自由で無料な OS を作ってみんなに配ろうって言い始めたのが Ubuntu の始まりなんですよ。で、Ubuntu プロジェクトの、一番根っこには、この人はソフトウェアを自分たちの言語であらゆる障害に関わらず自由に使用できるべきであるという、そういう思想があって、そのために Ubuntu プロジェクトというのはですね、高品質な OS を作って無料で配るというのを目的にしています。で、Ubuntu プロジェクトの特徴って、バックにカノニカルという会社についていて、いろんな資金的な面であったり、人的な面であったり援助してるんですけれども、開発は全てコミュニティが主導で行っていて、そのプロセスも全てオープンになっているという特徴があります。そこら辺がレッドハットとフェドラですとか、ノベルとオープンスールとはちょっと違うところですね。
で、Ubuntu の特徴はさっき言ったデスクトップとサーバークラウドと、ARM タブレット組み込みの、まあ、3つがありますね。で、割とこれ誤解なんで、ここで言っておきたいんですけど、デスクトップ、Ubuntu ってもともと使いやすいデスクトップを作ろうっていうところから始まってるんですよ。なので、割と初心者でも使えるので、初心者向きみたいな誤解があるんですけれども、初心者向きっていうわけではなくて、Ubuntu は、世界中誰でも使えるっていうことを目的に、開発されているので、初心者でも使えるっていうのが正しいんですよ。例えば、パールの作者のラリー・ウォールですとか、あと最近ですと、Ruby の松本さんとかも Ubuntu 使っているみたいですね。ちょっと、いや、ラリー・ウォールって初心者だったのみたいなのがあるんですけど、プロの開発者でも、便利に使えるし、パソコンを始めたばっかりの初心者でも、便利に使えると。そんな誰でも使える OS っていうのが Ubuntu の特徴で、そこを目指していますと。よいしょ。さて。割とペースも入っていた。で、クラウドとかそうか。で、さっきも言いましたように、Ubuntu とカノニカルって言いますと、サーバーと仮想化、クラウド、というところに割と力を入れてまして、で、クラウド基盤のオープンスタックというのがあるんですけれども、実はこのオープンスタックというのは Ubuntu が標準の動作環境になっています。レッドハットでも動くんですけれども、基本は Ubuntu 上でやってくれと。で、開発者はみんな Ubuntu 上で、開発をしてまして動作していますと。で、オープンスタック自体も半年に1回新しいバージョンがリリースされるんですね。で、これは実は Ubuntu のリリースと同じ感覚で、 Ubuntu 自体も半年に1回リリースされていると。で、 Ubuntu サーバーには常にその最新のオープンスタック環境が乗ってくる。で、最新のオープンスタックを使いたい人は最新の Ubuntu サーバーを使って構築するっていうのが割と定番になりつつあるみたいです。あとはですね、 Amazon EC2 ってご存知で使ってる方いらっしゃいます？ Amazon EC2 あんまりないですかね。Ubuntu は、あとでこれも説明するんですけれども、Amazon EC2 用の仮想マシンメイディっていうのをオフィシャルにリリースしていまして、手軽に、Amazon 上で Ubuntu のマシンを作って動かすことができます。よいしょ。あとはですね、クラウド環境を構築する JUJU っていうツールですとか、そこら辺もちょっと後で説明するんですけれども、そういったものの整備とかに力を入れています。よいしょ。で、またちょっと本が出てくるんですけれども、ASCII から、ASCII メディアワンから出てるこの Ubuntu サーバー実践バイブルという本がありまして、これは Ubuntu サーバーって書いてはあるんですけれども、 Ubuntu サーバーのその、コピペすればすぐ使える使い方が書いてある本ではなくて、サーバー管理者が普段知っておかなければならない、ノウハウですとか暗黙知ですとか、そういう絵からず集とかそういうことが書いてある、本当サーバーいじる人はぜひ読んでっていう本ですね。割と最近、3月かな4月かなぐらいに出ました。で、これも例によって1冊ここにあるんですけれども、欲しい方いらっしゃいますか？欲しい方、はい。あ、ちょっとありません。じゃあちょっとこれもじゃんけんでいいですかね。じゃあ欲しい方ご起立ください。はい。でですね、小笠原さんが、Ubuntu のコミュニティにも協力してくれてる小笠原さんがですね、東京からじゃんけんするために来てくれました。今日はじゃんけんのためだけに。小笠原さんは北海道から沖縄まで Ubuntu のためにじゃんけんするために来てくれるというナイスガイなんですけれども、じゃあ小笠原さんと最初はグーでじゃんけんして、勝ち残った最後の一人にプレゼントしたいと思います。じゃあ小笠原さんお願いします。はい、それでは最初はグーじゃんけんぽい。パーの方4人。もう一回ぐらいでいこうかな。僕は割と優しめなんですけど、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パーの方。あ、決まりました。1人決まった。あ、はい。すげえ、ダブル受賞。はい。はい。それで、タブレット、スマートフォン、だいたい4インチぐらいですかね、スマートフォンとあと7インチぐらいのタブレット、その間にあるものとして、ファブレット、タブレットとポンと造語ですけどね、ファブレットなんて世間に言われてますけど、Ubuntu の場合はもうそういったものと、普通のスマートフォンとタブレットと、タブレットですね、全部合わせてファブレットと呼んでます。
で、このパブレット、これ向けの Ubuntu Touch っていう OS がありまして、まあ、それも Ubuntu なんですけれども、そんなものも開発しています。で、よいしょ、見えるかな。実はこれ、Nexus 7にも Ubuntu が今これ入ってまして、動いているようです。まだこれ、開発中のモックアップなんで、アプリケーションほとんどダミーで動かない状態なんですけれども、まあ、こんなものを将来的に出すぞと言って、今、開発中です。よいしょ。その Ubuntu が目指すべき先としてマーク・シャトルワーズの野望があるんですけど、そこで、あらゆる場所で Ubuntu と Unity、 これUnity と Ubuntu のインデスクトップインターフェースなんですけれども、この Ubuntu と Unity があらゆる場所で動くっていうのが Ubuntu の目標の一つなんですね。そのための第一歩がこのスマートフォン、タブレット向け Ubuntu ですね。で、これも実は Ubuntu の Unity というインターフェースで、で触ったことがある人は今のデスクトップも Unity っていうのは知ってると思うんですけども、同じものです。いや同じものじゃないんだけど同じものです。何かっていうと、これは以前 Unity Next と呼ばれてたもので、 Unity のバージョン8に当たるものですね。はい、動いてます。で、今デスクトップで動いている Unity は Unity の7というものです。で、将来的に、具体的に言うと、次の LTS の 14.04、来年の4月にリリースされるバージョンではデスクトップでもこの Unity 8が動くようになります。はい、で、このあらゆる場所でっていうのが、単にそのパソコンとスマートフォンだけではなくて、それ以外のあらゆるコンピューターを指してるんですけども、そこはまたちょっと後でかな。はい、で、この Ubuntu Touch とか Ubuntu Phone って呼ばれるものですね、こいつを載せる可能性のあるキャリアを集めたワーキンググループですかね、キャリアアドバイザリーグループ CAG というグループが、割と最近立ち上がりました。で、当初は海外8社で、先週また少し増えて、今現在海外キャリアが11社、その CAG というグループに加入しています。残念ながら日本のキャリアは名前上がってないんですけれども、海外では実際にそのキャリアさんとカノニカルが協力して、こういうものを出そうぜという動きに今なってるみたいです。ですね。で、例えばデルとか、デルのパワーエッジっていう業務のサーバーありますけども、あれも最近になって、Ubuntu を正式にサポートしたりですかね、さっき言ったHP のサーバーがサポートしてるですとか、今みたいにその携帯のキャリアさんと一緒にやるとか、そういった OEM の展開とかに力を入れてまして、ここら辺がコミュニティだけではなかなかできないですよね、こういうことって。なので、カノニカルっていう会社がバックについている Ubuntu の強みの一つなのかなとは思っています。さて、これですね、Unity、 これが今の Ubuntu 13.04 のディスプレイ、デスクトップのスクリーンショットを撮ったものです。Unity 実際に使ってるぜって言っています。このぐらいいますかね。あんまりいない。実はぶっちゃけ Unity 嫌いだっていう人います？あれ、そうでもない。あ、います？うん、ですよね。そうですね、この Unity って Ubuntu の 11.04 から搭載された Ubuntu 独自のデスクトップなんですけれども、従来の例えば Windows 2000とか XP ですとか、昔の GNOME 2とかね、あの辺のいわゆるメニューからカテゴリーを選んで、アプリケーションを選んでという選択式のインターフェースとは全くもう設計思想から違っていて、検索なんですね、全部、よいしょ、直接見せた方が早いかな。この状態で、Windows キーとか押すと、こんな風に、で、ここで、なんだろう、Firefox とかが見つかるみたいな、なんだろうな、こんな、基本的にこう何か検索して動かそうという設計思想のものです。慣れてしまうと非常に使いやすいんですけれども、昔のメニューに慣れてる人がいきなりこれをポンと、ね、投入されても使い方全くわからないぜという批判はごもっともで、かつこれ Ubuntu 11.04 で投入されたんですけれども、当時の Unity の出来が非常に悪くてですね、重いとか機能も貧弱であったりとかで、批判は随分出ました。いや、それで Ubuntu やめちゃったって人も
たくさんいます。でのこういうイベントに来ても割とユニティなんとかならないのとか言われるんですけど、いやまあ私に言われても何ともならないんですけれども、あの割とそういう批判は聞きます。なんですけれども、今の Ubuntu 13.04 になってだいぶ高速化しまして、で機能も、だいぶ実装されて、まあ、ほぼ、まあ、完成形に近いところに来ていると思います。ですので、まあ、11.04 2年ぐらい前に使ってやめちゃったっていう人も今もう一回使っていただけると、まあ、いいんじゃないかなと。で従来のメニューに比べてできることははるかに多いんですね。従来のものが結局あるものの中から選択しかできなかったのが、これは例えばファイルですとかアプリケーションですとか、あとはウェブ上の何か、そういうものを自由に検索できる、まあ、全部こう串刺しにして検索できるんで、まあ、できることは非常に増えています。例えばツイッターのつぶやきを検索するですとか、まあ、Amazon の商品検索するですとか、そういうものも全部ここからできます。これがレンズっていうこの下にダッシュのこの下のこあるかな、この見えるかな、ここに出てるこれがレンズって言って、その検索するカテゴリーを選ぶような機能だと思ってください。で、まあ、アプリケーションを検索したりですとかファイルを検索したりで、これはプラグイン方式で拡張することができて、まあ、さまざまなものをここから検索できる。このダッシュっていうのが、まあ、中央集計ね、中央にあるの検索ターンみたいなものですけどね、あと、まあ、頑張って慣れてくださいとしか言えないんですけれども、なんだろうな、機能的にははるかに勝ってるんですよ。これも何度も言いますけれども、で多分ほとんどの人は慣れの問題だと思うんですね。使いにくいって感じるのは、でそれは1ヶ月も使ってれば多分慣れるんですよ。なんでちょっと使ってみて、なんだろうな、その今までと全然違うから使いにくいのか、それとも単純にもう機能が自分に向いていないのかっていうところを切り分けて考えてもらえるとちょっと嬉しいなと。単にやっぱりどんな素晴らしいものを触ってもやっぱ最初って使いにくいんですよ。そこで、あ、これ使いにくいって投げちゃうとちょっともったいないんで、ちょっと使ってみてほしいなと。実は私も、11.04 は実は使ってないんですよ。当時買ったサンディーブリッジかなんかのマシンが 11.04 のカーネルだと刺さるっていう問題があって、ずっと 10.10 を使っていて、で最初のそのなんかクソかったユニティ使ってないんですよ。でその後11.10 かで、ユニティ初めて使ったんですけども、最初はやっぱりすごく使いにくくって、もう本当 XFCE ですとか、まあ、あるいは GNOME のところばっか使おうかなと本気で考えてたんですけれども、やっぱり私雑誌の記事とか書かなきゃいけないんで、標準の環境ってやっぱり使わなきゃいけないんですね。で記事書くために1ヶ月ぐらい使ってたら慣れちゃって、で今もうこれがないと生活できないぐらい手に馴染んでしまったんで、多分使ってればそのうちみんな慣れるんじゃないかなとは思っています。ソースなのでですね。で、Ubuntu のバリエーション、Ubuntu 以外に例えば KDE を採用した Kubuntu ですとか、XFCE 採用した Zubuntu ですとか、あと LXDE の Ubuntu ですとか、あと GNOME 採用した Ubuntu GNOME とかがあるんですけれども、そういういわゆるピュアな Ubuntu ではなくて別の Ubuntu のバリエーションを使ってるぜって言っています。あ、ちょっと出てきてますね。はい、はい、実はこんな派生バージョンがあって、今言った Unity って 3D のグラフィック機能が動かないんですね。で最近の Ubuntu は例えばバーチャルボックスの仮想マシン上で動かそうとすると非常に重い、まあなんだろうな、まあ、非常にこうレスポンスが悪くてデスクトップとして常用するにはちょっときついですね。その時にまあ、Zubuntu ですとか、まあ、Lubuntu ですとかを使っていただけるといいかなと思います。で Ubuntu は Unity を採用していて、でも GNOME を標準にした Ubuntu GNOME というのは、12.10 の時までは、公式派生版ではなかったんですね。それが 13.04 からあくまでその Ubuntu の公式のバリエーションの一つとしてリリースされるようになったので、俺はGNOME シェルが好きなんだっていう人は Ubuntu GNOME 使っていただいてもいいかなと。割とあれおすすめです。で Kubuntu もそうですね、KDE を標準に採用した Linux ディストリって今ほとんどないんじゃないかな。数字が標準でしたっけ。
一応彼らとしては KDE とグノンと XFC はどれもセレクタブルで、まあ、やっぱり同列なんですね、うん、はい、まあなんか 2Z 区分図ぐらいなんですかね、うん、メジャーなとこで言うと、スラックはメジャーだとは言わないと思う。なので、まあ、KDE が好きだぜっていう人は、まあ、区分図もまあ悪い選択ではないと思います。ただ今の 13.04 の区分図だと A トップ動かせないとか、まあ、ちょこちょこまあ問題はあるみたいですけれども、まあまあ概ねいいんじゃないでしょうか。私は使ったことないですけど、はい、よいしょ。さてちょっとサーバーの話をします。先ほどちょっと言いました JUJU っていうのはですね、サーバー環境を簡単にデプロイするためのツールですね、まあ、フレームワークっていうのかな、JUJU っていうコマンドがあるんですよ。で、チャーム、あ、JUJU っていうのは、魔術とか呪術とかそんな意味を持つ言葉らしいです。で、チャーム、お守りっていう意味ですけど、チャームっていうサーバーを構築するためのレシピがあるんですね。たくさんあります。例えばのワードプレスが入ったウェブサーバーを構築するレシピですとか、 MySQL が入ったデータベースサーバーを構築するレシピみたいなチャームっていうのがたくさんあります。で、JUJU っていうコマンドに続いてその、チャームの名前ですね、指定してあげるとコマンドラインからそのコマンドを一発叩くだけで Amazon の EC 通上でそのチャームに従ってサーバーが構築されて仮想マシンが上がってくる、そんなツールがあります。よいしょですね。Ubuntu がその先ほど言ったオープンスタックですとか、あと Amazon EC2 と相性がいいというのがここら辺にあって、JUJU を叩くことで、例えば、MySQL が入った DB サーバーと、でフロントにWordPress と Apache が入った、ウェブサーバーが上がって、それが連携して動く、で2台の構成で動くみたいなのを、本当1分ぐらいでコマンドを1つ差し出して作れたりもします。ですね、これAmazon EC 通常に、対象だから、司令塔になるノードを作るんですね。Amazon ズーキーパー、アパートのズーキーパーが動くんですけれども、それが上がって、その後ろにその各ノードが上がってくるみたいなのをコマンドラインから操作することができます。で今このチャーム、そのどんなサーバーを作るかのレシピであるチャームですけど、これ のコンテストなんかも行われてまして、ユーザーがいろんなものを作って公開したりするので、まあ、そういうのをまあ探すと仮想環境のデプロイが非常に手軽にできるんじゃないかなと思います。よいしょ。で、よいしょ。実はこういう、皆さん Ubuntu インストールするときって、Ubuntu のサイト、あるいはジャパニーズチームのサイトから ISO のイメージをダウンロードしていると思うんですけれども、実はディスクイメージ以外にも Amazon 用のマシンイメージがリリースされてるって、ご存知でしたでしょうか。Amazon の EC2 って AMI マシンイメージを置いてそこからインスタンスを起動するんですけれども、実はその AMI が、公開されています。全てのバージョンで、公開されていて、これをダウンロードして自分の S3 のバケットに置いてインスタンスを起動するっていうことができます。でそうすると、まあ、当然S3 に置くんで、その分お金かかっちゃうんですけれども、実はAmazon上にカノニカルのアカウントがあって、そこにこのマシンイメージ全部置かれてたりします。でそれ我々無料で使うことができるんですよ。で、これはクラウドイメージズ Ubuntu コムかなっていうUbuntu のウェブサイトの画面なんですけれども、ちょっと見にくいかもしれないですけど、各リージョンとアーキテクチャと、あと AMI の ID と、まあ、実行されるコマンドみたいなのがあって、例えばこのノースイーストってこれ東京リージョンなんですけど、東京リージョンで64ビットで EBS 付きで、これランチってこれボタンポチって押すと、ブラウザ側の Amazon の EC2 の画面に遷移して起動用のビザードが上がってくる。Ubuntu のサイトから使いたいマシンイメージ選んでポチってするだけで Amazon で仮想マシン上がってくる。これの面白いところはリリースされたイメージだけじゃなくて、開発中のイメージも毎日カレントが更新されています。ですので、例えば今だと 13.10 開発中ですけれども、これの今日時点の最新イメージを使いたいというと、
デイリーの ISO イメージを落としてきて自分でマシンにインストールして、で毎日あのリストアップグレードをかけていかなきゃいけないんですけれども、 Amazon 上ですと今日公開されているイメージポチッて仮想マシンに上がってきたら、まあ、それですぐテストができる。で明日になったらそのマシン捨てて、あの明日公開されたイメージをもう一回立ち上げ直せば、まあ、最新の仮想マシンが手に入る。そんな感じで開発版を、うん、こうその日その日の開発版を使い捨てな感じでテストするなんていうのにも Amazon 非常に優秀 でその用のイメージをカノニカルが公開してくれてるというのは非常にありがたいなと思っています。はい、で、これが先ほど言いましたあの Unity Next、 Unity 8の画面ですね。まあ、どんな場所でも誰でもいつでも、まあ、Ubuntu と Unity が使えると、まあ、それがあのマーク・シャトルワースが目指している場所なんですけれども、このどこでもっていうのがここだと、まあ、パソコンとタブレットと、スマートフォンとあとテレビ、これ Ubuntu TV ですかね、だけなんですけど、実はこれだけじゃなくて、あの世の中に我々が使っているコンピューターっていっぱいあるじゃないですか。例えばあの駅の券売機ですとか、あとあのほらカラオケとか居酒屋のリモコンですとか、まあ、そういう、まあ、いろんなコンピューターあるんですけども、そういうところでも Ubuntu と Unity が使われたらいいよねみたいなことをマーク・シャトルワースと Ubuntu は考えています。でそのためのインターフェースがこの Unity だったりします。ちなみにあの今現在この Ubuntu Touch 開発中なんですけれども、公式にサポートされているというかターゲットにされている開発、動作環境が、Nexus の7と4と10、あと Galaxy Nexus が向けに、イメージがリリースされています。ですのであのこの辺の機械持っている人はあのまだほとんどモックアップで中身動かないんですけれども、あのまあ、ちょっと どんなのかなっていうのを、まあ、体験するぐらいはできるかな。あのお家で遊べる人はぜひやってみてください。ちなみにあのこれ中身はあの Android のカーネルですね。 Android のカーネルのコンフィグを変えたものが動いてます。で実際これ中身 Android で、あの Ubuntu のユーザーランドが別の領域にあって、そこにあの CHU として動いてるっていう状態です。それがあのつい最近、コンテナフリップっていう新しいものが用意されつつあるのかな。それはあの LXC っていう、コンテナ型の仮想マシンを使って Android の領域と Ubuntu の領域を完全に隔離して動かそうっていうのが今進んでいます。まあもう何だろう、ユーザー的にはそんなに見た目変わるとかそういうわけではないんですけれども、内部的にはこうよりすっきりして、リソースを分離して安全に運用できるようになっていくのかなと。そんな状態です。それが今の、本当それ、コンテナフリップが出てきたので、発表されたので割と最近、先週とかそんな話ですかね。まあ、これから、まあ、これから開発が進んでいくみたいです。さて、じゃあちょっとここ最近の Ubuntu 事情をちょっと説明しようかなという前に、実はここにあのノベルティグッズがありまして、Ubuntu の、ドットとロゴが入った T シャツがあります。M サイズとL サイズがあるんですけれども、欲しい人いますか？欲しい人、はい。まず L から。じゃあまず L サイズからいきますかね。L サイズ欲しい人、はい、ご起立ください。じゃあ小笠原さんお願いしますかね。はい。じゃあ皆さんいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。グーの勝ち。じゃあお二人なので、対面はもう直接対決をお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、よいしょ。さて、まあ、ここ最近の Ubuntu にあった話なんですけれども、実は 13.04 からサポート期間が変わりました。Ubuntu って半年ごとにリリースされてまして、通常はサポート期間が18ヶ月で、2年に1回出る、長期サポート版、こいつがサポート期間5年というサポート期間だったんですけれども、これが 13.04 から半分の9ヶ月になりました。なんか残念な感じですよね。
とちっちゃいんですけれども、ここ一番上が 10.04、 この長いのが 10.04 のサーバー版、5年サポートなんで2015年、まだまだ先ですね、2015年まで使えますと。その後に出た Ubuntu 10.10、 これが2010年の10月にリリースされてるんで2012年の5月まで、 11.04 がまた半年遅れて、その半年ごと、まあ、こんな風にサポート期間があって、これが何だったかというと、Ubuntu のリリースは、半年ごと、つまり2年間に 4つのリリースがあるわけですね。で、各リリースのサポート期間が18ヶ月あるということは、非 LTS のリリースっていうのは4回に1回 LTS がある。で、その LTS 以外の3つっていうのはどれを選んでも次の LTS まで使えたんですね、18ヶ月使えるんで。なんですけれども、それが9ヶ月になってしまうということは、次のリリースがされるのが半年後、6ヶ月後、その次は12ヶ月後なので、必ず次のバージョンに乗り換えなきゃいけないっていう制約が発生します。例えば 13.04 を今現在使ってる人っていうのは、次の 14.04LTS まで1年間使うってことはできなくて、半年後の2013年10月に出る 13.10 に必ずアップグレードする必要があります。で、サポート期間が2014年1月までなので、 13.10 が出てから3ヶ月以内にアップグレードを済ませるという必要が出てきてしまいます。ちょっとこれ残念な感じなんですけれども、Ubuntu って半年ごとにリリースされていて、で LTS が5年サポート、通常版が18ヶ月サポートだと、そのある瞬間で Ubuntu のプロジェクトがサポートしなければいけないリリースの数って5個とか6個あるんですよ。これってすごい負担なんですね。なんでこのサポート期間を短くして、サポートする対象のバージョンを絞って、その分のリソースをこの Ubuntu タッチとかの開発に回そうぜっていう思惑があるみたいです。正直Ubuntu プロジェクトのリソースってそんなに多くなくて、カノニカルが後ろについていて、そのお金を払って開発者を雇ったりもしてるんですけども、それでもリソースは全然足らなくって、こういうことを、しなければならない状態なのかなというのもちょっとあります。別に財政状況がやばいとかそういうわけでは別にないんですけれども、そういうあまりリターンのないところに投資しないというのが Ubuntu の特徴なので、そういうところも、一つのところに注力するためにこういうサポート期間を短くするという選択に踏み切ったみたいです。なので今 13.04 をお使いの方は、前に使ってた 12.10 よりも後にリリースされたのにサポート期限が切れるの早いという罠があるんで、そこを注意してください。なのでもう今の Ubuntu の使うルールは簡単で、半年ごとにとにかくアップグレードし続けて最新版を使い続けるか、2年おきに LTS を乗り継いでいくかの2択だと思ってください。さて、ちょっとじゃあ次のリリースの話をしちゃいましょうかね。今のユニックス、Linux のウィンドウ環境って X ウィンドウシステムっていう、ウィンドウシステムが使われてるんですけれども、これって非常に古いんですね。古くて拡張に拡張を重ねて、もう中身カオスになってて効率も悪いんで、置き換えようぜって話は昔からあるんです。で、その中の一つがウェイランドっていうプロジェクトで、Ubuntu もウェイランドにするぜって2年くらい前は言ってたんですけれども、実は内々でこっそり Meal という独自のディスプレイサーバーを開発してまして、 Ubuntu は Meal に行くぜって言ったのが今年の3月ぐらいで、 Meal っていうのもこのウェイランドの成果をベースに作られているんですけれども、カノニカルはそのウェイランドでは満足できなかったみたいで、自分たちで独自のディスプレイサーバーを作るっていう決断を下しました。ですね、何かっていうと、そのやっぱりこういうタブレットですとか、スマートフォンですとか、あるいはその、自動販売機ですとか券売機ですとか、そういうところで、あらゆるところで動くディスプレイサーバーが必要 で、それとユニティを一緒に動かすということを考えたときに、やっぱりウェイランドでは不足があったみたいですね。で、次の実は Ubuntu 13.10 からこの Meal 搭載されます。ただ当初は X Meal といって、この Meal の上で従来の X のアプリケーションが動く X Meal という状態でリリースされて、でディスプレイドライバーの対応がなくて、Meal が動かない場合は従来の X が上がるようになります。今現在、インテルと、AMD と、あと NVIDIA のオープンソースドライバーは対応してるんですけれども、
NVIDIA とかのプロプラのデバイスドライバー使っているところのミール動かない、ドライバーサポートがないので、そういう場合は、X にコールバックするようになります。これが 13.10 の話。次の LTS14.04 では X ミールのままなんですけれども、その X へのフォールバックがなくなります。ミールで動くようになります。そして、1年半後 14.10 ではミールが完全デフォルトになりますというのが今の予定ですね。で、先ほど言った、Unity 8ですね、それが 14.04 から搭載されると。よいしょ、それが話ですね。実際 Unity、 昔はその Unity Next と呼ばれてたんですけれども、 Unity 8、次のバージョンですね、これが 14.04 で搭載されて、 14.10 でついにその MIR ディスプレイサーバーの上で新しい Unity が動くと。これがの次世代 Unity の一つのマイルストーンということになってるみたいですね。なので、次の 13.10 はまだ今現在の、よいしょ、これですね、今現在のこれと同じ Unity 7 の最終形が次のバージョンでは乗る予定です。そして最後に、Ubuntu Phone Apps、 先ほど紹介してましたこの Ubuntu Touch、 Ubuntu Phone のアプリケーションはですね、Qt とか Qt QML で書かれてるんですよ。ですのでエミュレーターとかなくても実はもう部分そのデスクトップ上とこの本の上で同じアプリケーションが動くと、開発も容易である。で、そのための開発環境として Ubuntu SDK というものがすでに配布されています。ですのでですね、ちょっと腕に覚えがある人が開発なんかやってみてもいいのかなと思います。で、Ubuntu 本用のアプリっていうのは先ほども言ったようにまだ割とモックアップばっかりで動かないんですよ。でもカレンダーですとか時計ですとか電卓ですとか、そんな基本的なアプリと、あとターミナルとかがあります。ターミナルがあればね、大体何でもできちゃうんで、ターミナルがあるってことは EMAX が動くんですよ。EMAX が動けばね、こっちなんですよね。大体何でも動きます。はい。こんな状態に今、Ubuntu はなっております。というわけで、何か質問があったらちょっと聞いちゃおうかなと思うんですけれども、何か質問ありますか？はい。あれ？特にございませんかね？いや、俺はこんなことが聞きたいぞみたいな。あ、はい、何でしょう？私はいはい。キーボードを見て何か動いてます。あ、マウスが嫌いなのでキーボードだけでできるか。キーボードだけで、そうですね、キーボードだけで、ダッシュが基本的にキーボードの操作なので、アプリケーションの起動なんかはここからできます。あとはよいしょ、例えばここでオルトを押すと、これヘッドアップディスプレイ、ハッドっていう機能で、上 の, メニューですね、メニューバーにある項目なんかをここからコマンドで、入力して操作することができるので、ここら辺を使いこなすと、いちいちこの上に行ってこのメニューから何か選んでとか、そういうことをしなくても操作はできます。けど、なんだろう、全部キーボードだけですか。さっき言った、例えばファイアボール立ち上げた時にポインターが動きましたよね。そうですね。ああ、でもこれはだから、これ別にここエンターで起動するんで、よいしょ、別にそれは大丈夫で、ウィンドウの選択なんかも、よいしょ、できますし、よいしょ、あとは、よいしょ、こんな感じで。ワークスペースの選択なんかもキーボードだけでできるので、で、ウィンドウズキーを押しっぱなしにするとこんな感じでヘルプが出るんで、ここにあるのはもう全部キーボードでできますと。不可能ではないんですけれどもね、キーボード操作は。やっぱり適材適所なんでちょこちょこマウスは私使いますけどね。というので答えになってますかね。キーボードで例えば検索を入力したら、はいはい、マウスに持ってくる。はい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 。で、Windows の XP とかのサブミンだと全部キーボードで。ああ、はい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 。それになってから、これ操作の時に動かなかったんですか？ここ、いや、動きますよ。動きますけどね、よいしょ。
うん、カーソルキーで動くは動くんですけれども、こういう話ではないかな。起動ができればとはなってますね。はい。あ、まあ、もちろんキーボードから手を離してマウス触るのが嫌ってことですよね。あのシンクパッド使うといいんじゃないですかね。ダメですか。まあまあ。別にあの Windows が悪いって言ってるわけじゃない。今どれもみんな同じようなインターフェースなんで。そうですね。Windows のこれのような使い方はできなくて、計算手法してるんでどうしようかな。ああ、そうですね。XFC が結構いいんじゃないですか。XFC。多分あのできないことはないと思うんですけれども、あの私が普段そういう使い方をしないので、ちょっとあの今この場でこうすればいいよってアドバイスはできないんですけれども、あのなんとかできるはずです。はい。GUI すら立ち上げてない。あ、そうですか。GUI すら立ち上げていない。はい。日本語入力はあの SKK 使うといいと思いますよ。はい。つまり Linux で生活すればいい。フレームフェップってのもありますよ。いろいろあるみたいですね。で、あのというわけで最後にあの M サイズの T シャツが残っているんですけれども、あの欲しい方、欲しい方、はい、あのご起立ください。じゃ あの最後に小笠原さん、じゃんけんお願いします。はい、では参ります。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキの方、あ、チョキの方か、じゃあ直接対決で、最初はグー、じゃんけんぽい。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さて、ではちょうど時間のようなので、これにてウブンツの発表を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。